競泳の東京五輪代表、村達也、24?が、新型コロナウイルス感染の陽性反応したと、所属のミキハウスが5日に発表した。村は4月29日の練習後、37.0度の微熱と倦怠感を覚え、30日には、熱が 39.0度まで上がり、喉の痛みなども訴え、自宅療養に入った。1日には 40.0度まで熱が上昇し、PCR 検査の結果、3日に陽性判定が出たという。この日までに熱は下がり、体調は回復したが、引き続き自宅で静養している。ミキハウスは、直近2週間の行動履歴を確認しても、練習以外の不要な外出は控えていたとし、感染経路は不明だが、今後の活動再開は未定としている。なお、村の周辺には、体調不良を訴えている選手などはいない。村は4月の日本選手権の200メートル平泳ぎで2分7秒58の自己ベストで2位に入り、初の五輪代表を決めていた。本番まで残り3ヶ月を切っているだけに、調整への影響が心配される。